宮崎は試合前からこの試合はノックアウトで決めたいと語っていました。前回3月の試合では初めて KO 勝利を飾っています。連続の KO 勝利なるか。始まりました、宮崎小雪。普通の人間やったら宮崎選手を多分捕まえることはできるんちゃうかなと思うんですけど、はい、今ミドルから入ってきましたジムリアとか、組みというのも当然得意にしていると思います。ただライズのルールはワンキャッチワンアタック、このルールにどこまで順応できているか、まあ、ギリギリ反則じゃない感じはしますけど、やっぱあのミドルがちょっと鬱陶しそうではありますね、はい、左右のミドルを出しますジムリアットです。宮崎手数が増えてきました。左ストレート残りが10秒切っています。入りが多分いいと思います。はい、ボディー勝てないか宮崎10連勝、ノックアウト2試合連続。上村さん、左ボディレバーですかね、これ。そうですね、まあ、コンビネーション的にもそこで最後蹴りまでいけてるっていうこのコンビネーション自体もすごくいいです。はい、いやこれで10連勝。